ブラジル王女、イザベル・イザベルとブラジルは、ブラジル帝国の巫女。ブラジル皇太子として、父ペドロ2世の治世最後の10年間は、摂生意にあった。帝政廃止後は、ブラジルブラガン酒の当主となり、1891年以降、ブラジル女帝を名乗った。イザベルは、父ペドロ2世が旅行でブラジルを離れた際に賛度摂生を、務めた。ブラジル政治史上、彼女は、 植民地5発の女性統治者である。1888年、ブラジルでの奴隷廃止法に署名した。彼女の信仰に厚い姿勢、奴隷制廃止の役割から、ローマ教皇レオ13世は、黄金のバラを授けた。1889年、軍事クーデターで帝政が廃止されると、フランスへ亡命した。左がイザベル、右は妹、レオポルディナ・イザベルは、ペドロ2世と、皇后。 テレサの長女として、リオデジャネイロのサン・クリストバー・オン宮殿で誕生した。ニー・ヤ・フォンソはイザベルが生まれる前に溶接し、弟ペドロも溶接した。長女イザベルと、次女レオポルディナ以外に、このないペドロ2世は、イザベルを後継者に指名した。1864年10月15日、イザベルは、フランス王族のウーハク・ガストン・ドルレアンと結婚した。同年12月、 イザベルの妹レオポルディナは、ザクセンコーブルク号多公子アウグストと結婚した。ガストンの父ヌムール公、ルイシャルルとアウグストの母クレマンティーヌは兄弟であるため、彼らはいとこ同士であった。最初の案ではイザベルは、アウグストとレオポルディナは、ガストンと結婚する予定だった。しかし、姉妹はそれぞれ別の相手を選んだ。皇帝は、自身が政略結婚の不幸を知ることから、 娘たちの願いを受け入れた。イザベルと夫ガストンとの間には4個が生まれた。摂政位につく王女イザベル・ペドロ二世は自由主義を開始、ブラジルを工業化させ奴隷廃止をしなければならないことを知っていた。イザベルは摂政として1888年5月13日に奴隷廃止法に署名した。この進歩的な姿勢は逆に帝政に対するブラジル社会の対立を生んだ。 同時期、自由主義者たちは自分たちが訂正を拒絶するように、皇帝が早い改革を望んでいないと知り、勇気づけられた。ペドロ2世は国民的人気があったものの、1889年11月15日に軍事クーデターで廃位され、皇帝一家は亡命した。イザベルは家族と共にフランスへ亡命した。敗位後のペドロ2世は1891年12月5日、 パリで死去した皇帝家支持者の支援を受け、イザベルはブラジル行為請求者となった。1908年、イザベルの長男ペドロは、チェコ人伯爵令嬢、エリーザベとドブレゼンスキーとの結婚を望んだ。王族でない女性との結婚をイザベルは許さず、よってペドロはブラジル行為継承権を放棄した。イザベルは後継者に次男ルイス・マリアを指名したが、 ルイスは母親に先立って1920年に死去したため、ルイスの長男ペドロ・エンリケが祖母を継いで、ブラジルブラガン酒課長となった。イザベルは夫の所領を受け死去した。1920年、ブラジル政府は皇帝一家の入国を禁止する法律を廃止し、一家の帰国を許した。イザベルは帰国前に死去したため、夫ガストンが棺と共にブラジルへ出向したが、 その途上で彼も死去した。ペドロ二世夫妻の棺は1921年にブラジルへ運ばれ、1939年にペトロポリス大聖堂へ再度埋葬された。イザベルの後を継いだ孫、ペドロ・エンリ・ケイ公は仮名をオルレアンス・ブラガンサ、家としている。現在、イザベルの子孫には、オルレアン家のフランス王位継承者パリ・ハクジャン。オルレアンス・ブラガンサ家課長ルイス・ガスタン、ベルギーのリーニュ公・ニコウ、 アンリ、ポルトガル王位請求者のブラガンサコ・ード・アルテピオがいる。1963年より、ブラジルで発行されていた50クルゼーロ紙幣に、肖像が使用されていた。上述の通り、次期ブラジル行為の推定相続人は、本来であれば、長男のペドロであるカンタラが継ぐ予定であったが、イザベルは、既戦結婚を理由に認めず、次男のルイス・マリアを指名し、 ルイスの死後はその長男のペドロ・エンリケを指名した。しかし、ペドロであるカンタラは、イザベルの死後に、ブラジルの新聞で、私の事態は、多くの理由のため正式なものでなかった。加えて、それは、行為継承事態ではなかったと語り、自身のブラジル行為継承権を主張した。そのため、イザベルの死後から、ブラジル転移請求者は、ルイス・マリアとペドロ・エンリケを子祖とする。 バソーラスケートペドロであるカンタラをしそとするペトロポリス系に分裂した。この参考文献は英語版作成の際のもので日本版作成の際には参考にしておりません。ありがとうございます。